横浜市登録地域文化財は、横浜市文化財保護条例第6章の規定によって、横浜市が独自に施行する登録文化財保護制度の一つである。市登録地域文化財の一つ、生麦事件費横浜市内の各地域における歴史的文化遺産について、地域住民が守ってきたもの、地域を知る上で必要なものを選定し、その保護、活用を図るため、 横浜市登録地域文化財として登録することができる。地域文化財、横浜市地域文化財と呼ばれることもある。1996年の文化財保護法改正により、従来の指定有形文化財制度に加えて文化財登録制度が創設された。有形民族文化財、記念物についても登録制度が導入された。本市地域文化財も この登録制度に近いものであるが、創設時期は国の登録文化財制度よりも古い1988年である。指定文化財制度を保管し、指定文化財制度ほどの法的拘束力を与えず、地域住民の理解と協力により、文化財を保護していくという、緩やかな保護を目的とする制度である。市内各区や地域の歴史愛好家や、 文化財の所有者からの要望を受け、各年度ごとに開かれる、横浜市文化財保護審議会の審議を経て、登録される。ありがとうございます。